2016年8月23日午前8時ごろ、釣りができるか確認をしに来た男性が埋められた人間を発見した。もはや息をしておらず、遺体は下半身と上半身の半分が砂利に埋まった状態だったという。男性はすぐに警察に通報。遺体は井上翼さん、当時16歳のものと断定され、司法解剖の結果、溺れて亡くなったことが判明。またそれが人為的にもたらされたものであったことから、警察は事件として捜査を開始した。すると翌日、高橋という16歳の少年が父親に付き添われて警察へ出頭してきた。この少年は自分が一人でやったと供述したが、警察にそんな嘘が通用するわけもなく、厳しく追及したところ全てを供述。次の日には高橋のほか4人の14歳から17歳の少年を逮捕した。一体何があったのか。亡くなった井上さんは埼玉県出身で、両親と兄、双子の弟の5人家族。中学卒業後は埼玉県鴻巣市内の定時制の県立高校に通い、バスケットボール部に所属。文化祭でも積極的に参加、人懐っこい性格で周囲からも慕われていたが、2015年11月に何らかの理由で中退。その後は町内のコンビニでアルバイトなどをしていたが、素行が悪かったことでアルバイトをクビになり、親と口論になって家出を繰り返すようになった。家出中は別のアルバイトをしながら友人宅に身を寄せるなどして生活していたようで、事件前の2016年7月半ばにも家出していた。その最中に井上さんは命を奪われた。捕まった5人の犯人うち、主犯格の森田という男は定時制高校時代の同級生で、森田の中学時代の同級生だったもう一人の主犯格高橋とは事件直前の8月16日頃に知り合ったばかりだった。森田と高橋は市内で活動していたカラーギャングパズルのメンバーで、井上さんをカラーギャングパズルのメンバーにするために声をかけたものの、その過程で森田が井上翼さんに理不尽な金銭要求をしたことなどが原因で争いが起こり、森田が身勝手に怒りを募らせた挙句に命まで奪ってしまう結果となったのだった。森田は盗んだバイクを井上さんに無理やり売りつけようとし、井上さんがそれに難色を示すと腹を立てて、ガソリン代を要求したり、万引きや自動販売機荒らしを強要したりした上、暴行を加えて金銭を巻き上げるなどしていた。森田らのそうした行為に嫌気がさした井上さんは、LINE や電話を無視するようになった。そして8月18日、井上さんが森田の悪口を言ったかどうかで争いが起こり、井上さんが嘘をついていたとして、激高した森田は市内のラーメン店の駐車場で井上さんに暴行。この時はラーメン店の店主に止められたが、森田は、これで終わりじゃないからな、と井上さんに言い放っている。その後も連絡を無視し続けた井上さんに切れた森田は8月22日深夜、高橋やその弟ら5人で井上さんを河川敷に呼び出した。森田は怠慢だと言って5人全員で襲いかかった。さらに、泳げと言って川に放り込んだ。このままでは危険だとして止めに入った者もいたが、時すでに遅く、井上さんは動かなくなっていた。怖くなった森田らは、橋のたもとまで遺体を運んで、上から草をかぶせるなどして隠蔽しようとした。そして翌日、男性に遺体が発見され、事件が発覚したのだった。主犯格の高橋は親に連れられ自首した際、一人でやったと供述したが、これは森田に本当のことを言ったら家族がどうなるか分かってるだろうな、などと脅迫され、自分一人で罪をかぶるための供述だった。逮捕後、森田は動機について、嘘をついたり、電話やメールを無視したからやったなどと供述した。未成年が起こした重大犯罪ともあって注目度も高かった。裁判では主犯格の森田に対し懲役6年から9年以下の不定期刑、自首しに来たもう一人の主犯格高橋には懲役5年6ヶ月から懲役9年以下の不定期刑、
他の少年少女3人は初等、中等少年院送致処分となっている。これはカラーギャングパズルの集合写真。同じ赤い色の服を着て集会を開いたりバイクを乗り回したりしていた。事件が発覚した後、犯人らがパズルのメンバーだと知っていた人たちはまた赤ギャンのやつらかと呆れていたという。主犯格の森田は中学 2,3 年くらいの頃に本格的に不良化。森田は弟ともども地元では小学生の頃から手のつけられない悪兄弟として有名で、他人の家に勝手に入って冷蔵庫を開けて物色していた。中学に上がった頃から様々な暴走を繰り返すようになり、警察沙汰をたびたび起こし、井上さんの事件以前にも少年院に送致される事件を起こしている。また森田は家庭環境に問題があり、母親は元ヤンで逮捕歴もある違法薬物常習者、父親は反社だった。もう一人の主犯格高橋は幼少の時に母親の不倫が原因で両親が離婚。その実の母親は後にその不倫相手と結婚して家庭を築いている。高橋の父親も別の女性と再婚しているが、高橋はこのママ母とその連れ子である義妹と折り合いが悪く、ママ母からひどい扱いを受けていたとの報道も出ている。高橋は中学の頃まではサッカーに打ち込むなど比較的真面目であったものの、高校に進学し森田と知り合った頃から一気に非行に走っていた。他の逮捕された少年少女らも保護観察処分を受けていたもの、父親が外に女を作って出て行ったため一時施設に預けられていたもの、理科室から盗んだマッチで通学路に火をつけるなどの問題行動をしていたものなど様々であった。この事件と非常によく似た事件が1年前に川崎で起こっている。まるで川崎の事件をオマージュしたかのような事件であった。今回の事件と川崎の事件、そして1993年に起きた山形マット事件をモチーフにした許された子供たちという映画も作成されている。今回の事件に関して言っても、森田らはこんなことをすれば捕まるという発想はそもそもない。川崎の事件でもそうであったが、彼らは手を挙げていくうちにエスカレートしていって歯止めが効かなくなるようである。そして引き返せないところまで来ると猿でもわかるレベルの偽装工作をしてその場から逃げてすぐに捕まってしまう。刑期を考えると主犯の森田と高橋はそろそろ出所してくる可能性が高い。過去の判例から見ても彼らが真人間になっている可能性は低い。次の被害者が出てくる確率は非常に高いと思われるが、あまり手立てがないのが実情である。彼らのバックグラウンドを見ても根本的な問題は家庭環境にあるのは間違いないため、未然に防ぐためにも複雑な家庭を改善するよう国には働きかけてもらいたいものである。